強敵だ。手伝いましょうか。すいません。すごい、ありがとうございます。いえ、加賀美さん、まなみさん、お坊ちゃま、こんなとこで何なさってるんですか。裕太君の養子先がこの近くにあって。あんな生意気なガキにもらい手がついたんですね。ええ、加賀美さんこそこんなところで何を。お坊ちゃま、僕様、お坊ちゃま、今度鏡グループでラーメンのチェーン店を出すことになったんです。は？ですからこの屋台をアンテナショップとして僕自らお客様のニーズに応える味作りをと思いまして。ジム、この言い訳通じるかな。お坊ちゃま、それよりこの屋台を。じいじ、僕のことが心配じゃないのかい。僕の一生に一度の声が終わってもいいというのかい。今は自分のことで手一杯でございます。冷たいじゃないかじい。はい、今車輪の下の私のつま先は感覚を失うて冷とうございます。加賀美さん、偉いんですね。え？額に汗して自ら働いているなんて、ただのお金持ちのお坊ちゃまじゃなかったんですね。見直しました。これ直した。見直しただけです。ラテンのリズムは怒りと憎しみのリズムなんです。音楽はもともと権力者の圧迫や苦しみから解放されるためのものです。私はそのリズムを聴くたびに怒りと憎しみで無尽蔵に暮れる。何が盆踊りだ。貧困も命の危険さえなく、政治家も警察も教育も全てが腐りきったこの国で、脆弱に生きるお前ら日本人に音楽などはない。まあ、具合はどう？近頃はだいぶいいわ。だって明子が帰ってきてくれたんだもん。
窓を開けよっか。天気もいいし。そうね。じゃあお願い。綺麗だね、この緑のカーテン。ママ、どうしたの？あなた、あなた、あなた。どうしたんだ？どうした？あなた、この子誰？誰？何言ってるんだ？アキコだろ？アキコに決まってるじゃないか。違う、だって、アキコ、アキコは死んでしまったんですもの。はい。もしもし、みつるさん。どうしたの？岸脇さんの奥さんが正気に戻られたんです。どういうこと？女性には滅多に出ない症状らしいんですけど、亡くなったお嬢さんが赤緑色盲だったそうで、それを言い忘れていたらしくて、ゆうたくんが分かるはずのないカーテンの色を言い当ててしまって。で、今ゆうたはショックだったんだと思います。家を出てってしまったみたいで。とうとうあいつもお払い箱か。そんな言い方。言ったじゃないですか、僕らの引く口には外れの白玉しかないって。もしもし、みつるさん。もしもし。人間じゃない、ロボットだ。あなたは生身のジャンプ。俺もロボットのように強くなりたかった。だけどなりきれない、弱いから。痛がり、悲しみ、悩み、挙句は絶望してしまう。それって本当に弱いことなの？あんたも俺と同じだな。人形にはなりきれない。ユータ、どうしたんだ？俺がいなきゃ勝てないんじゃないかって思ってさ。そしたら案の定負けてるし、これじゃおちゃん幸せにしちゃってらんないよ。
お前大丈夫なのか。何が。おお、やぶしゃ、俺がいなくて寂しくなかったか。どうして笑ってられる。